人相、顎です。人相の顎について解説いたします。顎は愛情運、晩年運、住居運、子供運、包容力、指導力、これらを見ていきます。顎が豊かで息づきが良ければいいほど強運の持ち主です。大きい顎、おおらかな性格で持久力があります。そして顎の作りががっしりしっかりとしているほど意志力、忍耐力、粘り強さがあります。住居運にも恵まれ、大きく立派な家に住むことができます。小さい顎、住居運に恵まれません。粘り強さや気迫に欠ける傾向もあります。顎のあたりは人相で見ると晩年運を表します。小さい顎は晩年運が弱いことを示します。下駄顎、その名の通り下駄のようにがっしりと張り出して広い顎を言います。意志が強く、辛抱強く、粘り強い、体力もあり、積極果敢でバイタリティの持ち主、人望も大いに集まる傾向にあります。尖ってる顎、愛情に乏しい、晩年運が先細りする傾向があります。包容力を身につければこの欠点を補えます。細い顎の人は概して粘り強さ、辛抱強さに欠けます。しかし長所は繊細な感性です。その感性を生かせば芸術やスピリチュアルや世界で能力が発揮できます。顔は横幅が広いと現実的成功、顔が縦に長いと精神的成功の持ち主です。顎の骨は噛みつく器官、顎がないような人は自分が矢面に立って戦うことはしません。裏で先導してるだけです。顎の豊かな人は情で動きます。サービス精神旺盛のためなのか、鼻に肉がつきにくいのです。そして鼻が小さく顎が豊かな人はお金がたまりにくい人です。しかしそのサービス精神で徳は積んでいると思います。でですね、顎がほっそりして気になる人は、顎は晩年運なわけですよね。だから晩年運がちょっと気になるという人は、まあ、ヒゲを生やすとちょっと人相が変わってくるということですね。ヒゲを生やすと、その場合晩年運がそんなに落ちてこない、むしろ豊かなヒゲだと晩年運が上がってくるという、そういう人相にもなってきます。ただやっぱりですね、このヒゲなんですけども、まあ、状況にもよると思うんですけども、まあ、非常に見栄えのいい清潔感のあるヒゲがいいと思いますね。状況に応じるということになります。今回は人相の顎を特集いたしました。